はい、大分にいる留学生といいますと別府市に APU 立命館アジア太平洋大学がありますね。日本でも留学生の数が多い有数の大学と言われておりますが、というのも、今年ですね、多くの外国人留学生が APU にやってきたんです。今月9月は海外では入学そして卒業シーズンということで、日本でいう4月新年度なんです。その模様を瞬間3チャンネルが取材してまいりました。学生のおよそ半分は外国人、集まった国の数はなんと80カ国。立命館アジア太平洋大学、ここは日本一グローバルな大学なのよ。世界中から学生が集まって、もういろんな国の文化とか価値観に触れて肌で感じることができるっていうことだと思うんですよね。ここはいくつもの文化が共存し合う、まさに世界の理想の形。There is a multi-culture here, so we can learn in many language and many culture there. Well, I like to meet new friends from all over the world.外国人学生から高い評価を受ける理由、それは日本では珍しく英語で授業を行っているため。日本語が話せない学生でもしっかりと学べるってところが一番の人気の理由なのね。今年も多くの学生たちが海外から大分に。 This is my first time in ABU and I'm feeling really excited and I hope it's going to be good.そして大分を旅立った。いろいろな国から友達ができて、それは本当に良かったなと思います。今月14日と20日に行われた APU の卒業式入学式、そこには日本の大学とはちょっと変わった光景が。入学式の晴れやかな衣装、これらの民族衣装はどこの国のもの？そして卒業式で着るこのガウンの意味とは？この後瞬間カメラが学生たちに突撃インタビュー。大分県別府市にある APU 立命館アジア太平洋大学、9月の出会いと旅立ちをお送りしております。神戸先生、はい、APU はこの時期新入生の皆さんどういう感じですか？そうですね、いわゆるこうフレッシュマンたちがですね、はい、生き生きとして APU を目指してやってきたと、大学もパッと明るくなったようなですね、そういう印象を受けてますね。もう多くのことを学ぼうという活気に満ち溢れているわけですね。そうなんです。APU ではですね、今月の14日に卒業式、そして20日に入学式が行われました。秋は外国人学生がたくさん卒業するんです。今日は立命館アジア太平洋大学の卒業式に来ているんですが、やはり一般的な日本の大学とは少し違いがあるようなんですよね。ちょっとお邪魔していきたいと思います。今月14日卒業を迎えた学生はおよそ500人。国際大学らしく、そのほとんどが外国人です。それでは早速突撃インタビュー。卒業迎えてどうですか？いや、超楽しかった。楽しみです、はい、ちょっと感動してます、自分のことに。日本で就職を決めました。何するの？楽天でいう会社 NEC に入りました。皆さんやっぱり優秀な企業に。ありがとうございます。Today is really special for her. So congratulations and she has success in her life. ありがとうございます。素晴らしい学生生活ができると思いますので、いろんな人と会ってですね、また日本の文化が一番私もできた、学んだかなと思いますけれども、はい、大分弁は、なんて言いますか、わからへん、それは関西弁ですね。うんうん、大分弁が、めんどくさいの言葉ですね。うんうん、よだきと言いますね。それを覚えたんですけど。楽しい。皆さん、いい笑顔です。それでは、APU の卒業式を覗いちゃうわよ。まず目を引くのが、皆さんが着ている赤いガウン。海外ではよく見かけるスタイル、
頭のタッセルを左手に垂らすことで卒業することを表すって知ってましたか？おや、こちらは写真撮影会ですか？いいえいいえ、手にしているのは卒業証書。おごそかな日本の授与式とは違い、ずいぶんフランクな感じなんですね。この雰囲気、さすが日本一グローバルな大学と言われるのも納得です。およそ5500人のうち半数が外国人学生の APU。 頑張って日本語をマスターし、アルバイトや一人暮らしなどをする学生も多く、皆さん4年間でたくさんの思い出ができたそうよ。アルバイトとかしてました？しました。あ、どこで？別府行きのカリカリ博士というたこ焼きとラーメンという店で。タイ出身の彼女は在学中、別府のたこ焼き屋さんでアルバイト。その腕前を見せてもらうと、ご覧ください、この通り。勉強するだけは使えないんで、ここは本気で使える場所です。日本語はすごい上手で、違和感なかったです。外国のお客さんとかが来た時に英語で対応してくれるんで、それすごい助かります。お店では大活躍だったよね。日本は本当に 人が本当に優しくて、それが一番好きです。スリランカ出身の彼女にはこんな方もお祝いに駆けつけていましたよ。ご家族の方ですか？いえ、ホストファミリー。ニーナさんはチャリタさんのホストファミリー。ホームステイは1ヶ月間でしたが、その後もずっと仲良しだったそうですよ。家族みたいになって、みんなでご飯したり、一緒にご飯作ったりとか旅行したりしてました。本当にマリコさんのような友達ができて、いろいろな経験もできましたので、本当に別府とか大分に本当に感謝の気持ちをですね。それぞれの思い出を胸に旅立った卒業生たち、今後の活躍が楽しみですね。一方、卒業式から1週間経った先週、行われたのが APU 秋の入学式。すごい、異国情緒たっぷりです。大学生たちがいろんな国のパフォーマンスで新入生を迎えているんですね。歓迎ムード一色、お祭りです。今年集まった学生は中国やインドネシア、ベトナムなど世界47カ国から。Where are you from? Oh, I'm from Vietnam. And yeah, my name is Vin. We all from China. Oh, yeah. Nice costume. Thank you. Welcome to Japan. ここにも他の大学にはない特徴が。秋は本当にたくさんの国から新入生が集まりますので、その民族衣装がちょっと一つの見どころになってます。華やかな民族衣装を身にまとった学生たちがあちらこちらに。あたりはまさにファッションショー。早速見つけたのはこのゴージャスな民族衣装のお二人。タイはなんかゴールドとか結構たくさんアクセサリーがある。と日本ならば明治くらいの時の衣装です。タイの伝統的な衣装のようですね。でもどうして皆さんわざわざ民族衣装を着てくるのでしょうか？民族衣装を着ていれば私の国の PR ができるでしょ。みんなに見てもらえて誇らしく思うわ。なるほど、皆さん自分の国の文化に誇りを持っているってことなんですね。 What kind of costume? これはインドネシアのジャンビーっていう地域の民族衣装なんだ。ジャンビーだよ。インドネシアの地名さ、おしゃれだろ。 So it's
これはインドネシアの少数民族の服なの。このブレスレットがとっても気に入っているのよ。これブレスレットなんだ、かわいい。すごく綺麗でしょ。これ全部ハンドメイドなのよ。おや、彼女のドレスもいいですね。Please explain to me about your clothes. これはウズベキスタンの民族衣装で、アトラスっていうの。帽子はドッピって言って、これも私たちの国のものなのよ。俺のは流行を取り入れたオリジナルだよ。帽子は同じものだけどね。ウズベキスタンではこういうシルクの服をお祝いの時に着るのよ。でもこれだけの国の人が一緒に生活していて、問題は起きないんでしょうか。入学して1年間ぐらいは留学生はAP ハウスっていう寮に入るんですけれども、まあ、そこから日本の生活に徐々に慣れていって。なるほど。ここで最初の1年間は日本の生活スタイルをしっかり教わるんで、みんな安心して生活できるそうよ。そうそう、ゴミの分別なんて私たちでも難しいわよね。The lifestyle in Vietnam, we go to sleep earlier, and here we stay up really, really late. 今月 APU で新たなスタートを切ったばかりの新入生たち、どんな夢を抱いているんでしょうか。 I want to study Japanese culture or traditions, so I kind of prefer to living here. Yeah, Japanese people are friendly.I want to make a friend with them. My Japanese isn't very good at the moment, so hopefully it will get better. But maybe translator. In 4 years, we'd like to achieve many things. We'd like to be a beneficial person to our country and to Japan also.岡部先生、やっぱりね、特色ある卒業式で、はい、本当見ていても楽しかったんですが、ですね、はい、学生たちも4年間いろんな経験してみたいですね。うん、そうですね、いろんなことを学んで、異文化に接触して、一回りも二回りも大きくなってですね、国際人として活躍していくんじゃないでしょうか。アルバイトなんかもしたりして、こう意欲的にみんなこう学ぶ姿勢がありますね。うん、そうですね、積極的に別府の市民たちともこう触れ合いたいと、日本人とたくさん友達を作りたいと、そういうのがよく見えますね。私も別府市民なんですけども、そうですか、はい、生活の一部にもどこかに普通にいるんですよね。はい、そうですね、もう留学生たちはどんどん街に出るのが好きですから、そこで多くの市民たちと触れ合って、そして仲間を作っていきたいと思ってますね。はい、今日はその番組のずっと流れの中で、はい、尖閣の問題があって、そして APU の入学式があって、その中で私一つ思ったことがあるんですけど、はい、長い目で日本と世界の関係というのを見たときにですね、せっかくこの日本大分という地で学んでくれる学生がいる、その学生たちはまた世界行くわけですよね。そうです。その時にいかに日本が素晴らしい国であったか、大分が素晴らしかったか、それをまた出た先で言ってくれるというのは、これがもう地道ではあるけども、かなり確実な方法じゃないのかなと思うんですよね。そうですね。はい、それぞれがAPU 別府大分で体験したことを自分たちの国や、また就職の場でですね、それを発信してくれると、これはもう素晴らしい情報の伝達ですね。大分県にとっても素晴らしいことだと思います。ですから、日本は素晴らしかった、大分は素晴らしかったと言ってくれるためには、やはりその、はい、そこに住んでる私たちが彼らといかに接するかというのもありますしね。はいはい、私も別府市民ではありますけども、はい、なんかできることっていうのはまだまだいっぱいあるんじゃないのかなと。そうですね、尖閣問題で中国が嫌いになったと、あるいは中国に行きたくないという人も多くなったような気もするんですけれども、しかし大分県にはね、もうたくさんの中国からの留学生も来てますし、ぜひ温かい目で見てほしいですね。はい、国同士のマクロ、そして個人同士のミクロとちゃんと分けて考えていきたいなと思いますね。神戸先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。